もう一つ、これも名前がわからない虫です。こんにちは、手島春子です。今日は前回の小花模様のお皿に虫をプラスしようと思います。そういうお皿を作ってみようと思います。こちらに今用意しましたのはマイセンのお皿です。こちらに虫が登場しています。こちらとかこちら、蝶々や小さな虫です。で、それを前回と同じように小花模様を描きましたお皿がこちらに用意してあります。この部分に虫を入れて、お花だけではなく虫も登場している模様を作っていこうと思います。虫を描くには一番最初は絵を色をつけるのではなくて、虫の形をペンで描いていきます。これは絵の具の黒です。こちらをいつも私が調合しているメデューム鳥獣の混ぜたオイル、それに鳥獣クローブオイルを、こちらにさらにクローブオイルを混ぜています。そしてこのようにサラサラに、いつもの絵の具よりもだいぶ水っぽい状態です。この状態にしてペンで描いていきます。では実際にやっていきます。ペンをこのところに、こうペン先をちょっと時間をかけて浸します。そうするとペンが吸ってくれますから、この溝が吸ってくれますから。それでこのあらかじめこう下書きをしてあります、その形の通りにこう書いていきます。あとは模様を一回ペンに絵の具を吸わせると結構長い間描くことができます。次の虫に行くときにまたペンを一度こう溝のところを拭いて、新たに
新たに絵の具を吸わせます。もう蝶々の形は自由にこう描いていいと思います。この全然虫が何のなどういう名前の虫なのか詳しくないのでわからないんですけれど、よくこうこの形の虫はマイセンのお皿に出てきます。これは蝶々ではないですね。ここに少し模様があって、ちょっとギザギザギザ、黒の色もあんまり黒々としていて、くっきりはっきりよりは少し緩く絵の具を作っておいた方が少し黒の色が薄くなるので、この辺の色がちょうどいいかと思います。一番最初に描いたこちらはまあ大丈夫ですけど、ちょっと濃いかもしれないくらいです。次は横向きになっている蝶々ですね。頭があってこう、もう一つ、これも名前がわからない虫です。はい、これでお皿一回り虫が描けました。
お花の方も1回目絵の具をつけています。お花の方も一度焼かないと2回目の色がのせられませんので、虫も一度この線描きで焼こうと思います。焼かなかったとしてもこの線描きが乾いたら絵の具をのせることもできるんですが、今回は虫だけじゃなくお花の部分もあり、お花の方で焼きたいところなので一度これで焼きます。その後虫の色をつけていきます。体はこの金茶です。